皆さんこんにちは。松阪市ブランド大使の中川静香です。皆さんは松阪茶をご存知でしょうか？松阪茶とは松阪市の中山間部飯南飯高地域で作られるお茶です。種類は深蒸し煎茶。この松阪市の深蒸し煎茶は関西茶品評会などでも数々の賞を受賞するなど毎年高く評価されているんです。今回は皆さんに松阪茶の魅力とお茶の入れ方を知ってもらうために日本茶インストラクターの松本さんをお迎えしました。松本さん、よろしくお願いします。はい、日本茶インストラクターの松本です。どうぞよろしくお願いします。松阪茶は深蒸し煎茶といって、茶葉を蒸す工程で普通の煎茶よりも長く蒸します。そうすることでお茶の成分が出やすくなり、まろやかな味わい、そして濃い色のお茶になります。そして急須で1煎目、2煎目、3煎目と3回ぐらい出していただくときに味の変化を楽しんでいただけるお茶になります。松阪茶の深緑色、本当に綺麗ですよね。何遍飲んでもやっぱりうまい。松阪茶のキャッチフレーズのように煎が効くというのか、何煎も飲めるのも嬉しいですよね。では松本さん、松阪茶の入れ方を教えてください。はい、それでは、はい、一人用の、お茶セットでお茶を入れていきます。はい、急須の方にですね、はい、茶缶の茶葉を、全部入れてください。全部、はい、茶葉は 5g になっております。一人分でこんなに。そうですね。入れます。はい、そしてここにお湯を冷ましてあります。60度に冷ましたお湯、温度が高いと渋み、苦みが出てしまいます。はい、はい、で蓋をしてください。はい、はい、それで砂時計を返してください。はい、時間も、はい、ちょうどお茶っ葉が開く時間ですね。1分ですね。60秒をかけて今からじわっとお茶っ葉を広げていきます。一人用だから1分とかなんですか？もうお茶っ葉何人前でも1分なんですか？あ、そうですね。茶葉に合わせて時間が変わります。やっぱ長くしちゃうとまた苦味とかが出てきたりして。そうですね、何煎か楽しんでもらうためにトータルしていくと1煎目はこの時間でという、すごい、はい、お茶の時間になりますね。さすがスペシャリストですね。全然知らなかったです。今度ですね、時間が来ましたら、はい、急須から湯飲みに注いでもらうときに、はい、急須振ったりしないんで。なんでなんですか？ちょっとやっぱりお茶っ葉同士がぶつかって苦味とか出てしまいますので、スーッと立ててついでください。はい、はい、で最後にトントンと絞り切ってください。はい、お茶って繊細なんですね。はい、そうですね。もう出てる、ほんとすごい。もっと時間置かないかんのかと思いました。1煎目の色は何ですかね、茶葉が開くまだ前なので、はい、そんなに濃く出ないです、はい、でも味の甘みの方はしっかりと1煎目に出ていますね。で飲む時に、はい、口に近づけたら香りも嗅いで飲んでみてください。はいはい、ちょっと香りも楽しませて癒されます。甘さを感じます。いつも飲んでるお茶とは全然違います。そうですね。一煎目はですね、甘みをそうやって感じてもらうような入れ方になります。で、あと2煎、3煎って順番にですね、はい、変わっていく味の変化を楽しんでいただきたいと思いますので、次に2煎目をどうぞお召し上がりください。はい。はい、それでは2煎目を入れていきましょう。はい。はい、2煎目はですね、茶葉が少し開いてますので、はい、お湯を急須に注いでもらったら、はい、すぐに湯飲みに注いでください。はい、すぐに。はい。ちょっと緊張します。じゃあすいません。2煎目。お湯を入れて。はい。これもうそのまま注いじゃってるんですね。はい。それで湯飲みに注いでください。はい。じゃあ最後トントンと絞り切ってください。はい。さっきのよりなんか一煎目より全然、この最初一煎目はちょっとお茶っ葉がちょっとあったので全然もう、はい、そうですね、はい、少しちょっと濃い色に変わって、はい、いただきます。あ、一煎目の方が
私的になんかすごく飲みやすくてまろやかな、あ、はい、でも程よい苦味も少しありますか。一煎目残りの甘みがですね、その調和されて、はい、二煎目のまろやかという味に変わると思います。はい、すごい飲みやすい、はい、美味しい。はい、はい、それでは次3煎目を入れていきましょう。はい、先ほどの2煎目がですね、1煎目より高い温度で、はい、最初60度、2煎目が70度、はい、3煎目は80度だったから、だんだん高くしていくんですね。はい、温度を上げていくことによって茶葉の持っているものを全部ですね、出していくような感じにしていきます。はい、2煎目と同じように時間は計らないので、あ、時間計らない。お湯を急須に入れてもらったら、急須から湯飲みに注いでください。はい、わかりました。はい、お願いします。はい、3煎目入ります。でもいいんですね。はい、そうですね。全然こう色的にも全然薄まった感とか全然ないですね。そうですね、深蒸し煎茶の特徴ですね。だんだんと色も変わらずですね、はい、美味しく飲んでいただけます。はい、じゃあいただきます。はい、しっかり味もなんかやっぱなんかお茶を全部ひっくるめた旨味というか、そんな感じがします。はい、そうですね、丸ごとお茶飲んで、ね、最後栄養分も全部飲んでもらう感じになります。あ、そうなんですね。はい、へえ。じゃあ1煎、2煎、3煎、何回飲んでも何遍飲んでも、そうですね、美味しいのが松阪茶の特徴なんですね。はい、そうです。はい、でも松本さん、すいません、私家で急須でお茶を飲むってことがまず習慣的にないんですよ。はい、これってやっぱ急須以外でもこう美味しく松阪茶を飲む方法ってあるんですか。はい、そうですね、急須以外ですとこういうティーバッグって言いまして、はいはい、袋の中にお茶が入ってますので、はい、これですと、急須を使わずに、はい、こういうマグカップとかマグボトルに直接入れてもらって、はい、飲んでいただくことができますね。マイボトルでも OK なんですね。そうですね、はい、なるほど。はい、こうやってママ世代の私たちも簡単に気軽に美味しく飲める松阪茶、素晴らしいですね。もう最高です。市内の皆さんにもういっぱい飲んでほしいのはそうなんですけど、県内、全国、皆さんに飲んでいただきたいですね。はい、そうですね。松本さん、すいません、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。おいしいお料理にはおいしいお茶を、皆さんの食卓にもぜひ松阪茶を一回飲んでみてください。めっちゃめちゃおいしいです。そして何回も飲んでください。何遍飲んでもやっぱりうまい。松阪茶をぜひお楽しみくださいね。